朝が来ると青になる公共交通優先信号ということで、公共交通を優先するような信号の、制御の、仕組みと理論についてお話ししたいと思います。では、まず最初に、バスが来ると青になる仕組みとはどんなものか、見ていきましょう。まず最初に、バスの接近を検出します。これには、道路上に設置されている、装置と車両に設置されている装置の間の通信によって、バスが来たということを検知します。これには光ビーコンであるとか、ループコイルといった装置が、用いられています。で、そのような装置で接近を検出すると、実際にどれぐらいで、交差点に到達するかといったことが予想できますから、その時の交差点のタイミングに合わせて、今回の場合ですね、接近するタイミングで赤信号になるということが、出るというのが分かっているので、じゃあ赤信号を早めに青に切り替えてしまおうといったような制御が、行われることが決定されました。そして、それに従って信号を変更することによって、赤信号で、待つことなく、もしくは待つ時間を短くして、バスが通過、交差点を通過することができるようになると。このような装置になります。ここでは、バスというふうにずっと説明したんですけれども、実際にはバスや路面電車などの、その道路上を走る公共交通車両に対して、もし交差点に接近してきたら、信号本来の表示から、それらの公共交通に有利なように切り替えるというような仕組みになります。日本では PTPS という、そういう名前のシステムがありまして、これはパブリックトランスポートプライオリティシステムなんですけど、海外では、様々なシステムがありまして、それらを、総称して、TSP、これはトランジットシグナルプライオリティの略なんですけれども、つまり PTPS は TSP の一種というふうなことが言えます。その様々なシステムの、中身については後でご紹介します。動作の例としてはここに挙げているように、赤信号を短縮して早く青信号を出してあげるとか、青信号を今表示しているものを長くこれするとか、そのバスが来るタイミングに合わせて、青のタイミングを前後にずらしてあげるだとか、最後には、あと専用ですね、もうバスが通るためだけの信号の出し方を表示してあげる、いうようなことが、実際に、適用されています。で、さらに、この、優先信号に対してですね、バス専用レーンがあると、この交差点の手前で自家用車に巻き込まれなくなって、しかもタイミングも、いい、タイミングで出せるということで、優先信号の効果を、上げることができます。実際にその PTPS などは、そのバス専用レーンですね、一緒に使われていることが多いシステムになっています。では、どうしてここまでしてバスを優先するのでしょうか。2つほど理由があります。1つは公共交通を使ってほしいからです。信号待ちが減ってバスが速くなった場合に、自家用車から、例えば速いならバスにしようかなと考えてくれるような人が現れると。ということで、バスへの転換が促進されることが考えられます。そうすると、その分、自家用車が減りますから、交通量が減って、例えば渋滞緩和につながったり、さらには、環境対策ですね、につながったりと、いうことが考えられます。で、もう一つが、信号の一人当たりの待ち時間を減らすためということです。簡単に言えば、単純にみんな便利になるかということです。バスに青信号を出すということは、その分、交差方向の自家用車の赤信号は長くなるということです。実際に同じ方向の青信号のね、出方が長くなるということで、そっちの方の待ち時間も短くなったりするんですが、一回無視して考えてみましょう。例えば、10秒青延長したことによって、本来だったら60秒の赤信号に引っかかるところ、バスが回避できたとしましょう。で、バスに40人が乗ってたとすると、40人かける60秒、1台しかないんですが、たくさん人が乗っているので、2400秒、所要時間が減りました。それに対して、交差する方向の自家用車が、20台いて、それぞれ平均して2人、これかなり多い想定なんですけど、乗っていて、それがそれぞれ10秒ほど待っていたというふうに仮定して、先ほど言った通り、その10秒延長したんで、10秒赤信号伸びたんですね。そうすると400秒です。で、合計すると、2000秒減ってるということになりますので、平均してみれば、交差点での待ち時間がより少ない、1人当たり少なくなっているということになります。そして、この状況というのは、バスの本数、乗客数、優先信号の方式、それから、各方向の交通量ですね、交差する方向がめちゃくちゃ多かったら、また話は変わってきますので、こちらの状況変化してくると。しかも、多少伸びるぐらいだったら、その環境対策を優先しようみたいな話もできますので、あくまで、これは考え方の一つだということを、ご理解ください。で、最後にその TSP ですね。日本では見られないような、優先の仕組みについて紹介したいと思います。一つは、急ジャンプレーンですね。これはですね、バス専用レーンを交差点の手前に短い間だけ持っている。ということになります。で、そうするとですね、バス専用の信号がありまして、赤信号で待った後ですね、バスにだけ数秒間早く青信号を出すというような制御を行います。そうすると、バスがですね、他の車列の前に出て走ることができます。はい。というわけで、急、車列、ジャンプ、飛ばし、レーン、車線ということになります。これはね、実際に実例があるということです。
で、これは実例がなくて、まあ、研究されているようなものなんですが、これはプレシグナルと、交差点の手前にもう一つ信号機を持てるといった、仕組みになります。で、ここではバス専用レーンがあって、そこにプレシグナルを導入することを考えましょう。バス専用レーン以外にはプレシグナルが赤を出している状態で、バスが交差点に進入していくとですね、まあ、バスの方にはこの赤でも出てませんので、まあ、待機列の先頭に並ぶことができます。その後にプレシグナルが青になって交差点に一般車が入るようになってきて、そうするとですね、一般車の列の一番前にバスが入ることができるようになると。まあ、このような形で、まあ、バスが、まあ、これもある意味急ジャンプレーンの一種になるんですが、このような形で、まあ、バスが、優先されるということですね。まあ、他にもこのバス専用レーンとかの配置については、まあ、様々な研究が、まあ、少なくとも海外では行われていて、実際に、実例として、まあ、本当にですね、車線の、まあ、3車線あったら真ん中に置くとか、まあ、もしくは、上下線のですね、間に配置するだとか、それも、1車線でこう交互に通行するような仕組みにしてみるか、まあ、本当に様々な仕組みが、日本よりも3点多数の仕組みがあって、それがまとめて TSP と呼ばれているということです。というわけで、公共交通優先信号の仕組みと理論について、ご理解いただけたら幸いです。